ここは確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。どなたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな？あ、うん、別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃあお邪魔します。なんとか片付けが終わってよかったわ。そこに座ってくれる？今紅茶でも入れるから。いや、お構いなく。しかしエリーも、もう結論は出ているみたいだな。ああ、配属を辞退する話ね。少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。あなたの方は、さすがに迷っているみたいね。でも、無理もないと思うわ。この特務支援課だけど、正直、無理がありすぎるもの。無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや、打算によってできた部署でしょ？組織としての合理性に欠けるし、目的も今一つはっきりしていない。これで成果が上がらなければ、予算の都合で、本当になくなる可能性が高いんじゃないかしら。まあ、普通に考えればそうだよな。でも、そこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね。いろいろな歪みを観察するには、割と良さそうな場所だから、かな。え？なんちゃって。多分私は、ずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味では、ここが出世コースから外れても、あんまり関係がないから。そうなのか。確かエリーは、警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと、社会勉強ね。ちなみに、入る時の試験は、筆記と射撃だったんだけど、だみたいね。なんか聞けば聞くほど、俺の場合とは違うような。あら、あなただって、新人で捜査官資格を取ったのは、珍しいんじゃないかしら？やっぱり事情があるんでしょ？それは。ここから先は、正式な同僚になってからの方が良さそうね。ああ。そうだな。悪い。気を使わせたみたいだ。いえ。でも、私個人の意見で言えば、あなたがいてくれた方が嬉しいかな。まあ、お互い新米だから、まだまだなところもあったけど、今日だって、慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし、指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう。話に付き合ってくれて。あとは自分なりに考えてみる。うん、そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリー。